書籍ができるまでの裏側をですね、大公開したいと思います。プロジェクトマネージメントでビジネス力をアップさせたい皆さんへ、こんにちは。ナビゲーターの伊藤田です。今日のテーマは出版プロセス大公開、4作目の執筆が決定しましたです。今までですね、この3冊を執筆してまいりました。多くの皆様にご愛読いただきましてありがとうございます。この度4作目の執筆が正式に開始されました。出版社はですね、あの角川さんです。企画内容などは申し上げません。まだ秘密です。ただですね、私の書く本ですので、分かりやすいプロジェクトマネジメントの本になります。で、1作目を書くときは本当大変だったんですね。これなんでかというと、出版業界のプロセスがとっても独自、とっても独自なので、まあ、今回この機会にですね、出版までのプロセスを定期的に動画をアップしまして、裏側を大公開したいと思います。書籍ができるまでの裏側をですね、ぜひ知っていただければ幸いでございます。出版までのですね、プロセスをざっくりとお伝えしたいんですけれども、大体ですね、どこの出版社さんも同じだと思います。まず出版社さんから、出筆のご依頼をいただきます。次にですね、出版社のご担当者様と、執筆者でですね、打ち合わせをして企画を練っていくんですね。この段階で目次とかタイトル、大体のめどがついてきます。そしてその企画をもとに、出版社さんの中で企画会議みたいのが行われてですね、承認されれば次のプロセス、そこでダメだったらボツという形になります。で、承認されると執筆が開始されるんですけれども、この執筆中はですね、まあ、地獄の日々ですね。ただですね、その苦労があるから書籍が世の中に出た時に喜びの倍返しになってくるわけですよね。で、執筆とは言ってもですね、著者が自由に書いていいっていうことではないんですね。文字数の制限とか紙面の都合とかですね、構成などの制約がありますから、それを守りながら書かないといけないということですね。で、一生懸命執筆していって、ある程度原稿が溜まったら、定期的に出版社のご担当者様に原稿を提出します。まあ、同時並行でですね、こう挿絵ってありますよね、本の中のイラストとか図とか表とか、まあ、その原案もご提出します。で、原稿すべて提出するとですね、著者はそれで仕事が終わりっていうわけではなくて、出版社の担当者さんが校正と言いまして、まあ、簡単に言うと文書のチェックですね、をして著者にその原稿を戻してくるわけですね。まあ、それを著者校って言うんですけれども、その著者校のチェックをしないといけません。この出版社の担当者さんのチェックと、著者のチェック、このやり取りがですね、まあ、最低でも3回はありますね。なので、自分が書いた原稿をですね、何度も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 チェックするわけですね。このチェックをしている間に、例えば表紙のデザインとかデザイナーさんが動いたりとかですね、あとは出版社さんの営業さんが流通関連、もしくはマーケティング関連で動き始めます。そしてなんと最後にあるのが、出版社さんと著者との契約です。これですね、結構出版社さんのあるあるなんですよね。まあ、ざっくりと言うとこんな感じでございます。今日の動画はここまでにしたいと思います。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。引き続きですね、出版プロセスのリアルタイムの状況を動画としてアップしていきますので、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。